あなた、今日は何を作ってくれるんですか？切り刻まれてはいるんですけど、チャラララララン消えちゃいそうじゃないですか。どうもずらしてよ。じゃねえ。皆様こんにちは、ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回は夫が作る初の車中飯という形になります。夫が大好きで大好きで大好きな粉物になります。さて何でしょう。はい、あなた、今日は何を作ってくれるんですか？なんか粉物粉物って言ってたけど何でしょうか？世の中に粉物ってのはたくさんあるんで、その一緒くたに粉物っていうくくりでされると非常に心外ではあるんですけども、うん、まあそれはそれで基本的に粉物の料理は料理というか食べ物は大好きなんで、うん、そのうちの、まあ、ベスト3。ベスト3？ 俺が好きな食べ物のベスト3ぐらいになるものを今日は作ろうと思います。多分これ今から作ること、作る動画を見た人がいやそれは違うとか作り方が間違ってるとかって言われる可能性はあるかもしれないけども、それは俺流のやり方でやらせていただきます。はい、乞うご期待。それでは頑張ってもらいましょう。まずはキャベツ。本来だったら丸玉を使うところですが、今回はナオミの手を煩わせないためにこれを使います。普段俺はこれは使いません。早速切り刻んで、まあ、切り刻むってすでに切り刻まれてはいるんですけども、これをどうするかというと当然のことながら、うん、細かくしていきます。できるの？すごいよく切れたね。普通です。続きまして、プリマのコウくん。ちょっとちっちゃくする半分にする。これもこの料理には、うん、あのお高いチーズがじゃなく、うん、安いチーズがいいんだよね。安いチーズがいいの？なんかこうやってやるとチャラララララとか消えちゃいそうじゃねえのチーズ。どうしよう、なんか料理番組とかスカウトされちゃったら。どの面して言ってんの？この面です。そんなことあるわけないし。卵割れんの？割る？私が。これが子供か。ああ今あなんか飛んだよ。ほらほら飛んでる。ここ続きまして、こちらの見せてはいけないたこ焼きの、あ、言っちゃった粉をボウルに移します。粉を入れて、そして魔法の水を入れます。え、ちょっと待って、たこ焼きと卵と水を入れって書いてあるよ。先に水でいいの？たこ焼きと卵と水ってない。たこ焼きの粉と卵と水を入れ、泡立て器でダマがなくなるまでよく混ぜます。かしこまりました。かしこ。てか、何？ていうかさ、これキャベツとか書いてないけど、キャベツなんか入れないんじゃない？普通。キャベツ書いてないよ。こら素人芸だ。あれ、もしかしてさ、お好み焼きと間違えてる？ちょっと待って。いや、いつも入れてるじゃん。なんかさ、いや、それが間違ってんじゃないの？ダマになるまでにほら混ぜろって。ダマになっちゃってる。だからちょっとずつ水入れながらやるんだって。ああ、そ
来たか。そうなんだよ、そう来てるよ。パンケーキにすらよかった今もう間に合わないね、パンケーキソースの代わりにメープルシロップかけちゃうかな。うん、いいんじゃない。チョコでも入れるじゃん。たこ焼き2回。たこ焼き入れないの？入れるわ。入れるなんですか。切っといた紅生姜。切っといたじゃん。切られて、売られている紅生姜。何やってる？もう一回やって。みじん切りにしたネギをパックに入れときました。じゃあ。みじん切りになってない、輪切りだよそれ。あ、そう、輪切り。それで、やってよ。何？ついて、おいて。あー、ご機嫌な歌が出ちゃった。輪切りの私。絶対歌うと思ったやって思ってる人いるよねいないよ、そんな変な歌。やべえやべえ、さっき揚げといた天かす入れるの忘れた。これ揚げといたの？何やって落とすな落とすな。これだとまたモアさんに笑われちゃう落としてばっかり。これぐらいですかね。あんまり入れると油っぽくなるから嫌だ。ちょっとずつ入れてみて。もうあったそっちの平でいいんじゃないの？平ってないか。それそれ。これ取ってさ、これほらこれこれ先取ってから。あ、やべえじゃん。だからさ。ピリッセー。セーフじゃないけどまあいい。いいよ。たこ焼き入れますか。たこ焼き入れますか。はい、たこ焼きください。あ、言っちゃった、何作るって。だってさっきから漏れてるってば。言ってんの？言ってるよ。誰言ってんじゃん、うん、たこ焼き入れますか。あ、鉢巻き忘れた。あー、せっかくなのに。さあ、できました。こういうやつないんかい。こういうやつ、何こういうやつ。油キル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 ってやる、なんかハケみたいなやつ。100均で買ってこうか。はい、行きます。はーい。あ、ぼーっとするな。お玉いらないの？タコ、私タコもチーズもウインナーも全部食べたい。歯？歯じゃない。ほら、タコの列とチーズの列とウインナーの列が欲しい。歯じゃないっていうの、なんでタコばっか入れてんのよ。歯？歯じゃないっていうの。はい、お疲れ様。はい、乾杯。車なんでジュースです。いつばっか言ってる。こういう筆みてえのやつはねえわさ。ひっくり返すやつは 竹串だしさ。だってしょうがないじゃん。100均で買わなきゃダメだよ。上手にできるかな。いつも上手だけどね。今日は上手にできるかな。ビデオ撮りなんかしちゃうと上手にできるかな。竹串だ。いつも竹串や。それ言っちゃいけない。あ、ベンさん違うよ。あ、ベンさん違うよっていうなんか声が聞こえてきそうだね。全然。おいおい、あの人関西人じゃねえのかって言われて。たこ焼きの時ってさ、うん、結構家でみんなたこ焼きする人いるじゃない、うん、でもそういう時ってさ、みんな他に何食べるのかな。うち今回このきゅうりの漬物みたいの用意したけどさ、たこ焼きだけ、それともたこ焼きと何か別のおかずを用意するものなのかな。たこ焼きっておかずじゃねえよ。どうなんだろう。だからたこ焼きはさ、主食とおかずが一緒になってる感じ。お好み焼きもそうだけど。いや、お好み焼きはだってお好み焼きとご飯なんじゃないの。お好み焼きとご飯は食べないでしょ。え、関西の人だとお好み焼きとご飯食べないの。食べてたら怒られるよ。いや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 
逆に怒られたことあるよ、関西の人に。なんて？当たり前やろって。そうだ。エコノミーの時はご飯やろって。そう？そんな、だって炭水化物ばっか食べてどうすんの？俺に言われてもわかんないけど、関西の人に言ってよ。関西って大阪の人に。多分今大阪の人、うんうんって言ってるよ。小焼きの時って、うん、飲む人はいいだろうけど、飲まない人はどうするんだろう。他に何か、何か食べてるのってありますかね、たこ焼きの時、お子さんとかどうするんだろうね。私たちはほら飲んだりとかするとそんないっぱい食べないけど、でもなんかたこ焼きだけだと寂しいからさ、あの味変で、あの邪道かもしれませんが、ウインナーとチーズとかやっちゃうよね。たこ焼きだけだとちょっと飽きちゃうから。結局側はたこ焼きだけど、たこあんなんすよ、たこ抜きの側だけど、うん、でもたこの味しないじゃん。まあそうだ、たこ焼きの時に皆さんのご家庭で何か食べるものがあったら教えてくださいね。特に関西の方、うん、ご飯食べてたらご飯なんか食べないなんて言っちゃうとごめんなさい。絶対怒られる。あか、うんうん、このぐらいタコが多いと食べた感じがすごいですね。タコが濃そうだ。あか、とろけてる、美味しい、うん、でもこれチーズのところだけどウインナーがなかった、外れなかった、隣に移動しちゃったんじゃない、うん、ちょっと残念。でもチーズがすごいトロトロしてて美味しい。どうですか今日の出来栄えは。60点ぐらいかな幻想しちゃってんの。いやこれ100点だと思いますけど。いやいや、これは60点だ。60点なの。ある程度こういう形で拭いたのでここで洗っていきます。できるだけ排水タンクもきれいなままにしておきたいのでそうします。あちあち、ちょっとあち、家のやつよりもここが小さいからちょっと洗いにくいかもしれないね。あったかいお湯が出てくるから洗い物は苦にならないかもしれませんね。はい、食後のデザートです。あなたの大好きな何ですか今日は。パイナップルとプリンアラモード。はい、これね、プリンアラモードなんて何十年ぶりに食べるな。おいしい。さっきのたこ焼きよりよっぽどおいしそうじゃない。ふざけんじゃねえ。たこ焼きすごいうまかったよ、うん、一人でババラ食べて美味しいんですか。先に食べ終わったんでしょ。どうすることにあげようか、はい、知らない。食べないよ。人が食べたものは食べられない。言ったね。いつも取るくせ。いかがでしたでしょうか。夫の作る初めての車中飯は、夫の大好きで大好きで大好きなたこ焼きだったわけです。関西の方いられてますか。作り方ちょっと違うかなとか、あそこはちょっと違うよっていうようなところももしかしたらあったのかもしれません。
でも私は夫の作るたこ焼きがとっても大好きです。形はちょっと今一つ丸くなってないところもありますけれども、お味の方はとっても美味しいです。愛情たっぷりなたこ焼きになりました。いつも作ってもらってますけどね。前回の動画で、夫の車中飯と私の股関節というお話を、したんですけれども、夫の、活躍ぶりがすごかったので、ちょっと長くなってしまいまして、私の股関節の方の動画は、次回に、上げさせていただこうかなというふうに思っています。キャンピングカーの話題とは少しずれますけれども、私の方の股関節の方の動画を見ていただく方がものすごく増えていて、コメントなどもいただいておりますので、ご心配いただいている方にとっても、私の今の現状を見ていただこうかなと思っていますので、次回はその検診の内容と今現在どんなふうに動けるようになっているのか、そういうところを少し詳しくお話をさせていただこうかなというふうに思っております。次回もまた見ていただけると嬉しいです。コメントあるいはいいねボタンあるいはチャンネル登録していただくと、励みになります。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。